卓上ラボ岸田戯曲賞を読む。演劇界の芥川賞とも呼ばれる岸田戯曲賞、その受賞作を読み感想をしゃべる音声番組です。私は、架空の畳と書いて架空上と読む小さな劇団をやってる小野寺です。で、今日も戯曲の話を大木さんが聞いてくれる。はい、戯曲を読むのが2冊目になった、ね、少しリテラシーの上がったグラフィックデザイナーの大木です。戯曲に対するリテラシーが上がりました、ね、今回もね、読んだんですよね。そう、はい、読んできました。事前に読んだ、さっき読み終わった、うん、そう、さっき読み終わった。実はさっき、バタバタして、お顔がだからね、俺実はね、読んでから結構経ってるから。あ、そうなんだ。最後にだって大木さんに本貸したじゃん。あ、そうか、確かに。そう。というわけで、今日は、1983年、第27回受賞ですね、うん、ゲゲの芸で、まあ、渡辺恵里子さんなんですけど、うん、この人今渡辺恵里さんなんですよ。あの解明なさったスピリチュアルなパワーで、あー、あの、うん、文字があれって感じで、あの三輪明宏先生のですね、あのアドバイスによりですね、三輪明宏先生のことは言うこと聞かないと、ね、2007年か8年ぐらい、7年ぐらいかな、から恵里さんになった、なったんですけど、まあでも、まあこの戯曲出した時は恵里子さんなので、はい、まあ、今回は恵里子さんで行かせていただきたい。そうですね、はい、ちょっと、まあ、今回はね、はい、はい、今は恵里さんです、うんうん、でですね、まあ、この本あるんだけど、うん、本ね、うん、一時期ね古本屋にね、うん、めちゃくちゃあったんですよ。へえ。僕が戯曲を読み始めた頃、うん、まあ、だから15年ほど前、うんうんうん、はこの本ね、古本屋さんとかね、まあすごくたくさん溢れてた。つまりね、それ何を意味するかというと、めっちゃ売れたってことなんですよ。そうだよね、つまり戯曲なのにね。そう、すごい多分売れた。あの、つまりね、一般層に多分アピールしたんだと思う。それはね、理由がありまして、この83年でしょ、渡辺恵里子さん、うん、岸田戯曲賞受賞したの、うんうん、この本出たの、同じ83年に NHK のおしん出てるんですよ、女優として。なるほど。で、これでブレイクしてるんですね、うん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 、お茶の間でブレイクしてるんですよ。あの、裏主人公になっちゃったんですよね。すごいね。だから渡辺恵里子さんって、だからそれが83年だから、うんうんうん、全く同じ時期なんですね、うんうん、だから2月に岸田戯曲賞取り、うんうん、春からおしんに出て、でおしんでもブレイクすごいっていうことで、多分ね、83年はね、渡辺恵里子イヤーだったんですよ。なるほど、ね、世間的にも、うん、だから多分すっごく売れたんですね、本が。まあ、女優さんとしてもちろん世に出たんですけど、うんうん、まあ、その前に岸田戯曲賞も取っているから、うん、すごい。だから女優としても文武両道じゃん、文武両道、うん、それまでも、まあ、もちろん唐十郎さんのようにね、作家で、うんうん、まあ、演出もし出演もするという人はいたんですけど、うん、あの唐さんの場合はね、やっぱりね、なんていうか素人芝居の良さなんですね、言ってみれば、うんうんうん、あの作者も出るというところに意味があるというか、唐が出てきたからみんな拍手喝采みたいな演技なんですよ。だから唐十郎さんでね、俳優というかどうか結構微妙なところで、あの職業唐十郎なんですよ。なるほど。あの、なるほど、ね、何でもできる俳優とかじゃないの、はいはいはい、腹が出てきた拍手喝采みたいな感じなんですね。あ、まあ、新宿泥棒日記とかもそうなんですけど、はんはんはん、まあ、映画ね、うん、あのキムタクみたいなもんです、うんうんうん、キムタクはキムタクじゃん、そう、ね、常に超待てようでしょ、うん、まあそういう人じゃん、うん、題してね、渡辺恵里子さんはね、やっぱり女優ですね、うん、あのもう凄まじい存在感の女優、この人舞台にいたらもうその人しか見るものないぐらいのすごい女優でありつつ、だから世間的にはつまりね、その女優としての評価が高いんですけど、うんうん、でもまあ作家なんですよ、実は作家としての彼女って結構ね、あんまりその顧みられないことが、うん、なんか全然知らなかった。そうなんです、知られてないよね、女優でしょ、イメージは。そう、イメージ、まあ、あとバラエティ出たりもするけれども、うんうんうん、タレントさんって感じじゃないですか。そうそう、本当はね、作家なんです、あのどっちかというと、いや、あの比重が、おしんに出る前までは何してたの？ね、じゃあこの人の話からしますと、うん、あの舞台芸術学院という今もある池袋にある、はいはい、あの専門学校出身で、山形から出てきて、うん、芝居やるために、うんうん、で出てきて舞台芸術学院出て、暑いんですよこの人の学院、うん、出てきて、うん、でね、初めはね、あの聖杯っていうのかな、今ももうないんだけど、うん、に、まあ、スタッフとして入ったらしいですね、うん、初めはね。でそこで三輪明宏さんと会ったらしいんですよ。え、結構長い付き合いだったの？いや、すごい、もうデビュー時からの。そうなんだ。もうデビューから、あの、もうなんか面倒見てもらってる。じゃあデビューの時には言われなかったんだね、名前のこと。エリコで大丈夫だぞ、ね、もうちょっと早く教えてくれるもんね。30年後ぐらいに教えてくれるっていうのもあれなんだけど、いろいろね、あの、なんかこう尽力してくれたらしいですよ、あの目にかけてもらってたらしいですね、うんうん、で、まあそれでいろいろ仲間たちとデビューしたっていう感じなんですけれどもね、うんうん、まあ、1978年に初めに劇団二重丸っていうのを結成しまして、はい、
まあ、元井雅子さんとか、はいはい、まあ、仲間だったんですよ、うん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 、同じ舞台芸術学院の、へえ、その人たちと同世代なんだ、そうですそうです、あと劇団まず二重丸っていうのを作りまして、はいはい、うんうん、でこれもね、あの解明してるんだけど、これもなんか生命判断で書いてあるそれはでもしょうがないよね、 そんな長い付き合いの皆さんに言われちゃう、二重丸より三重丸がいいって言われたらしくて、まあ、そう、うんうん、まあ、全てよしということで、あ、まあ、1980年に劇団三重丸という名前に、二重丸よりいいよね、そうだね、三重丸、ね、うん、劇団三重丸より一歩進んだ感じで、ね、そうですそうです、で、まあ、この劇団三重丸が、渡辺理子さんの劇団です、うんうん、主催者です、作演出主演主催と、うんうん、でまあね、解散したんですけどね、97年に解散して、うん、その後宇宙堂とか、まあ、ちょっと別のユニットも作ったんですけど、なんだかんだあって今はオフィス三重丸という、まあ、三重丸のプロデュースの形にした形で活動を今もなされていますね、うんうん、でまあ、初期面としては元井雅子さんとか、うん、まあ、いろんな方がいらっしゃったんですけど、うん、意外なところで豊川悦司、豊悦、意外実は豊悦ね、三重丸出身なんですね、はいはい、で、まあ、何ですか、何ですか、あの、愛してると言ってくれですか、なんか言わないですけど、なんかトレンディー俳優に転身したんですけど、元はといえば三重丸の、うん、そうなんだ、劇、あの俳優、なんかね、ある一時期というか、その元井雅子さんとかと一緒にやってた時から、うん、まあ、渡辺理子さんはそのすごいワンマンで、へ、まあ、言ってみれば、まあ、なんて自分が全部やる人だから、あ、そうなんだ、剛腕なんですよ、なんかテレビで見るともうちょっとなんか柔らかい、ね、柔らかい雰囲気あるけど、ね、めちゃめちゃ厳しいね、うん、剛腕な人らしいんですよ、へ、で、まあ、いろいろ、まあね、本当のことはわからないけど、うん、いろいろあって、まあ、劇団員がほぼ、ね、全員辞めたみたいなことが一時期あったらしいんです、ゴリゴリなんだね、うん、まあ、いろんな理由があるんだろうけどね、うんうん、だから初期面がみんな辞めたという時期があって、一度ね、だから人員を丸々入れ替えた大補充をしたんですね、うん、全員新人、渡辺恵理子以外は全員新人の公演みたいなことを一度してるんですね、すごい、うん、入れ替えたんです、うんうん、そこで劇団辞めなかったっていうところが、ね、普通解散でしょ、かっこいいね、オリジナルメンバー一人もいなくなったら、うんうん、でもオリジナルメンバー一人もいなくなった時に辞めずに三重丸を残したというところが、まあ、根性ですね、でね、実はこの人ね、自叙伝出してるんですよ、おー、あのエリコの冒険っていうなるほど、それでエリコが一区切りした、まあ、多分ね、うん、そうそう、まあ、その今までの三重丸解散に伴って今までの自分の人生を全部幼少期からどんな劇団活動だったかみたいなことを自分の視点で語るの語り下ろしてね、これ相当面白いです、この本、だからまあもちろんだから本人視点なんだけどね、渡辺エリコさん視点の顛末期なんだけど、劇団がどう登っていってどう解散したかというような本人視点の顛末期なんですけど、相当ね、これは面白いです、あの80年代の小劇場の人で自叙伝書いてる人まだ多分この人しかいないので、ああそうなんだ、歴史的にね、別に鴻上尚史さんも野田秀樹さんも別に自叙伝は書いてないですから、という意味で時代の証言という意味ではね、非常に面白い本になってて、当時のその小劇場というものが80年代のね、まあブームになっていく中でどういう風なこう運営をしてたかみたいなね、うんうんうん、でどんな苦しみがあったかというようなことがね綴られてる本ですしね、これはね歴史でね、うんうん、面白いです、あ、これは結構ね劇団維持するって大変だなみたいなあの巨大な劇団をやっぱりほら1万人とか動員するまあそのレベルも維持しなきゃいけないとかね、うんうんうん、あの一度こけたらさ評論家に何言われるか分かんないとかいろいろあるじゃないですか、うんうん、でまあやっても評価されないとかね、うんうん、そのくせあの劇団がわがままばっかり言うとかねもう愚痴ばっかみたいな、うん、でもね、結構リアルでいい感じなんですよ、ね、面白い本なんで、うんうん、あのいいです、複読本としてなるほどおすすめ、せっかく読んだからじゃあぜひ、そうそう、うんうん、でまあね、この人のまあ特徴としては最大の特徴は当たり前なんだけど、女性の劇作家だってことですね、うん、意外といなかった今まで、なるほど、この時代まで、ほうほうほう、まあいなくもないが、うん、ね、石澤登美子さんとかそのいるんですけど、岸田劇場を取った方で女性の方もいらっしゃるんですが、それまでに、うんうん、どっちかっていうとやっぱりその文筆の人なんですよね、だから劇団を主催してるって感じの人はいなかったんですよ、あの、うんうん、脚本は提供するっていう人はもちろんいたんですけど、うんうん、自分で劇団を主催し、うん、出演までし、おまけにこう本を書く、すごい、うん、女性主催者、うんうんうん、っていう人はほぼ初と言っていいぐらいセンセーショナルだったんですね、まあ、だから世間がすごくチヤホヤしたっていうところもあると、エリコの冒険に書いてありましたなるほど、うん、まあ、しかもまあね、渡辺エリコさんは、ね、ご存知の通りはどっしりした体型の方なんですけど、うんうん、でもね、やっぱ 若い頃からまあどっしりはなさってるんですけど、うん、やっぱり、ね、美形ではあるんですよね、うんうんうん、お美しくはあるんですよ、うんうん、だからね、若い頃はやっぱかなりモテたらしくてですね、うん、モテますよね、特にあの演劇の現場なんてそれこそアングラの世界でさ、ね、いないですよ当時女性なんて、うんうん、
そこにやっぱり現れるんじゃないですか。なるほど。そういうはつらつとした人が、うん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 、相当いい感じだったらしい。ですけど、うん、だから女性として結構チヤホヤされたっていうのはあったというふうに本人も10回なさってて、ただまあ35歳を超えるとさっとこう引くようにね、誰もいなくなったみたいなところがあったらしく、それはなんかすごくね、厳しい世界だね。そう、やっぱりあの女性だということで下駄履かされてたんだというふうに本人は思ったということなんですけど、まあでもね、別にあのその女性率直なあれだね、言葉というかあのものを書く人なんだね。そうそうそう、おためごかしのないね割とストレートな方なんですよ。いいよね、うんうん、あのうん、あの本当になんか裏表はない感じの人なんですね、うんうん、まあ、だから多分圧力も多いんだろうなっていう感じはしますね。あのなんかそういう世渡りが上手いタイプでは多分ないです、全然。まあそんな感じで、まあ、自叙伝で読めばそういうものもあるんですけれどもまあでもやっぱね、その女性の劇団の主催者で作家もやるというのは相当センセーショナルだったはず、当時としてはね。他にいなかったですね、うんうんうん、やっぱ男社会だからね。そうだよね。あ、まあ、もう一人ね、あと、まあ、同時期に劇団危機というのもありまして、うん、そこにね、如月小春さんというか、まあ、今この方はね若くして亡くなっちゃったんですけど、うん、あのこの方も同世代の女性の劇作家の方で、うん、この二人が、まあ、女性劇作家としてよく並び称された、うんうん、そうです、当時はね。ちょっと如月小春さんはもうね、あの早く亡くなっちゃったので、はい、うん、僕もほとんど知らないんですけどね。で、まあ要するにその小劇場というものが、うん、これ83年じゃないですか、うんうん、我々も長い劇曲の旅をね、長い劇曲の旅をしてね、やっぱその68年の別役稔先生とかですね、うんうん、やっぱ70年のやっぱ唐十郎とか言ってた時代からさ、うんうん、まあもう一回りしてきた感じでしょ、うんうんうん、15年経ってるわけじゃないですか。そうだよね。そうするとやっぱね、あの要するに観客も成熟してきてるんですね、うんうんうん、まあ、だからあのなんていうかね、新しい感性の書き手がやっぱり重要としてあったんじゃないかなという感じで、こういう女性の劇作家というものがね台頭してくる素地が多分できたんだろうなという感じなんですよ。でね、まあそういうことに絡めて言うと、この人は小劇場第三世代と呼ばれているんですね。不思議な言葉がいっぱいあるね、芝居にはね。聞いたこともないよ。そうなんですよ、うん、でも芝居の世界ではまあ常識なんですけど、小劇場第三世代の機種とされています。ちなみに今はさ、なんかあの第5世代とか第三世代で終わりました。終わっちゃったのか。その話もしましょう。そうか、その話もする、はい、うん、なんかね、小劇場第三世代の人です、うん、代表的な作家、うん、でまあなんで世代というかっつうのはね、うん、まあ、世代じゃないんだけど、厳密に言うと、うん、あくまで小劇場の世代として考えてほしいんだけど、うん、まあ、厳密にはね、その一世代の中にもね、いろんな年齢の人が混じってるんで、うん、年齢とかではあんまくくれないところもあるんですけれども、うん、厳密にね、実年齢で分けられないんだけど、世代、うん、つまりね、あのどの時代の芝居に影響を受けて出てきたかっていう意味なんですね。説明しますとですね、はいはい、第一世代がアングラです、はいはい、あの例のアングラ四天王の活躍していた、別役みのるも活躍していたね、唐、うんうん、十郎、別役みのる、寺山修司などが活躍していた、うんうんうん、あのアングラ時代を第一世代とカウントするんですね、はいはい、もちろんその前にも芝居はあったんだが、うんうん、まあ、少なくとも小劇場第一世代とそういう人たちを言うんですね、うんうん、オリジンですね、始めた人たち、そう、でそれに影響を受けた人たち、つまりその唐十郎の芝居や寺山修司の芝居を学生時代などに見て、うん、俺もやりてえって言って、うんうん、その影響下で芝居を始めた人たちを第二世代と呼ぶんですね、うん、まあ、これは第二世代の作家が出た時にその話はしようかなと思うんですけど、はいはい、まあそうですね、竹内十一郎さんとかですね、うん、まあ、あの生田よろずさんとかですね、うん、まあそういう方々がいらっしゃるんですが、うん、あれかな、北村壮さんも一応そうかな、うんうん、まあその人たちを第二世代、つまり第一世代のアングラに影響を受けて始めた人たちが第二世代、うんうん、でそれに影響を受けたから第三世代なるほど、うん、というかね、第三世代はね、その第一世代と第二世代両方見てるんですよ、はいはいはい、年齢的に、はいはいはい、ちょっとあのなんていうの、おませな、あ、おませな、高校時代とかから第一世代を見てると25、6歳になった時にはもうね、第一も第二も見てるっていう、すごいハイブリッド、なんていうの、ね、そのいいとこ取りをしている、ほうほう、芝居のね、歴史をね全部見てたタイプの人たちなんですね、第三世代って。なるほど、すごい一番美味しいとこだね。そう、もちろんだからその戯曲として読んでたって意味も含めね、うんうんうん、実際舞台を見たかどうかは別として、うんうんうん、まださ、まだあんぐらいの人たちだって40代とかなのよ、この時代だと。だからさ、そのなんかこう吸収しやすいじゃん、確かに、ね、時代の表現を得やすいでしょ、会おうと思えば会えるし、うんうんうん、という意味でなんかね、そのお芝居やる時のエリート感があるんですね、第三世代の人たちうん、うん、それがまあ演劇第三世代の人たちでですね、うんうん、まあ、実際にはね、あの主にね1950年代生まれ、うんうん、年齢としては、うん、で70年代後半ぐらいから始めて芝居を、うんうん、で80年代にもブレイクっていう感じの人たちですね、うんうん、で、まあ、野田秀樹さんとか
渡辺恵里さんとか、うん、まあちょっと木の花さんとかね、たまにテレビも出ますけど、うんうんまあ、あとやっぱ鴻上尚史さん、なんといっても鴻上尚史、うん、あの第三世代といえば、うんうん、でまあさっき言ったその如月小春さん、第三エラ地下の川村武史大先生などですね。なるほど。そうそう。我々も若干ね、お世話になっているとは言えるのか分かんないけど、まあ大先生ですよ。なんかがまあいわゆる一つの第三世代と言われます。つまりね、第一世代アングラっていうのは、あの政治とかさ、うん、あとまあ政治的な話とか、つまり芸術的な意識、うん、それがねまず大前提にあるんですよ、作品の。うんうん、でそれを表現する手段として芝居をやってるんですね。だから芝居っていうのは自分の政治的なメッセージや芸術的な意象というものを伝えるための手段なんですよ。演劇じゃなくても本当は良かったんだけど、演劇が道具として使ってたんですね、メッセージを伝えるための。でもね、それがね第三世代まで来るともうね、その政治の季節じゃないんですよ、80年代ってね。つまり政治のアジテーションじゃなくて、もうお芝居が好きでお芝居やってる人たちなんです。なるほどね。だからかつてはお芝居は道具だったんだが、もうお芝居の目的なんですよ、この人たちは。だからお芝居やるためにお芝居やってんの、芝居が目的で手段なの。なるほどなるほど。だからね、まあね、ナンパなのかな、印象が。当時の評論家とかはね、すごくね、この作品にはメッセージがないみたいなところね。辛く書くわけだね。だから浮かれた時代の、まあ、芝居だと。時代的にも浮かれてる時期だもんね。それがね、時代と合致したんですね。うんうんうん、っていう風に評価されたってことね。今作品立ててしてみても決してそんな印象ばかりではないんだけどね。うんうん、でまあね、それですぐまたその後にバブル来てさ、うんうん、で浮かれた時代になってさ、うん、要するに楽しいお芝居、うん、レジャーとしての演劇っていうものに状況が移っていくわけよ、うんうん、それまでのね、うんうん、ある政治的なメッセージとかを発信するものから楽しい娯楽のとしてのお芝居に変わるわけですよ。でそうするとさ、学生劇団がさ1万人動員とかしちゃうわけですよ、うんうん、信じられないね。つまりそれまでの時代からしたら、うん、いくらそのブレイクしたとか言ったって、うん、1000人2000人動員できたらすごいっていう時代だったんですよ、小劇場っていうのは。もともとはね、うんうんうん、だからそれがさ、もう学生劇団がちょいと1万人とか、あのすごいね、そうなんだっていう風になっちゃうんですね。ちょっと前からもう信じられない状況になっちゃう。ショーとかじゃ、小劇場とかじゃないもんね。まあやってる場所は狭いんだけどね。あ、そうなの。いや、もう鈴なりとかですよ。へー。だから、うん、だけど例えばね、その200人入るしか入らない劇場に500人入れちゃうとかね、そういうことを、乱暴なことをやってたんですね。で、いわゆるこれが小劇場ブームってやつ。ブームがあったんすよ。豊かな時代バンドブームの前は衝撃上ブームだ、ね、若者って何でもいいですよね。その時流行ってるものやりたいじゃないですか。だから衝撃上ブームの時は衝撃上ブーム流行り、でバンドが流行った時代の学生はバンドをやったってだけの話なんですけど、まあ、つまりね、その政治の季節から遠く離れて、うん、何かの、その演劇っていうのが何かを伝えるための手段であったことからは離れていって、そうじゃなくてただ単純に楽しいことしましょうっていう感じで、あの芝居をすることが目的の芝居。なるほど。それがまあ第三世代のお芝居。で、まあ、渡辺恵里子さんなんかその、なんていうか代表的作家であり代表的作風の方ですね。っていう感じかな。なるほど。そのこの方に関してはね。まあ、あのこの回はね、なんと3人同時受賞。え、そうなんだ。そうです。渡辺恵里子さんだけじゃないんです。あ、そうなんだ。はい。へ、野田秀樹さん。天下の野田秀樹。野田秀樹さん。はい。と、山本清和さんですね。まあまあこの話はまた後でしましょう、はい、うん、とにかくね3人も受賞したってことが、うん、まあ、盛り上がってるね。盛り上がってるし、今言ったようなその演劇のその状況を活況を呈してるっていう感じですね。もう絞りきれんっていう感じですよ、ね、いい作品が多すぎて、はあはあはあ、世代的にもバラバラで、うんうん、まあ、野田さんと渡辺さん同い年なんですけど、あのこの 山本清和さんはね、うん、あのこの時も44歳ですから世代が全然違 う第一世代の方なんですよ。だから第三世代と第一世代が同時に受賞するぐらいもう活況を呈していたっていうことですね。この何か混乱ぶりが言うなり評価のね、言うなればまあもうその演劇状況がまさにブーム来てんなっていう感じですね。で、まあ、そこで、まあ、ただそのブーム真っただ中で渡辺恵里子さんが受賞したという感じですね。ちなみにさっき大木さんがちょろっと言ったけど、第四世代って言い方は定着しませんでした。あの一瞬出たようなんだけど定着しなかった。まあ世代っていう言い方になると、うん、まあ90年代の作家ってことになるんだろうけど、そうですね、これが80年代だから、うん、ただね、ここまで来るとね、もうね、趣味がね、完全にタコツボ化しちゃって、あのマニアックというか細かくなりすぎて、うんうん、あの大きくみんながある傾向を示す世代なんていうふうにはもう示せなくなっちゃうんですね。なるほどね。いろんな芝居あるから、うんうんうん、だからその騒がしい芝居もあれば静かな演劇もありみたいなことになって、世代じゃとてもくくれなくなっちゃったんですよ。なるほど。あのいろいろなものが出すぎて、うんうんうん、だからまあ乱暴なくくりなんだけど、もともと世代自体、うんうん、逆に言うとだからパワー弱まってんだ演劇のね。つまり一世代で、みんなで一つのある種の、うん、あの共通した目的意識で共通の問題意識を抱えたやつらが、うん、
それぞれ作品発表するんじゃなく、なもう完全に自分の好きなことだけしかやらないから、バラバラに。なるほど、ね。だからもう世代の意味がないんですよ。今もそうでしょ。うん、戦国時代だ。各領土をみんなね、そうそうそう持って。自衛で精一杯。自分たちのことだけで精一杯で、うん、みんなが同じ目的しか持ってない。僕はこれが好き、うん、君はそれが好きなんだね、よかったねっていう話。なるほどね。昔はそれで殴り合いとか起きたわけですね。そうか。花城を鶴山修司ぶん殴るみたいな。そうだね。まあ、もうちょっとね、もうちょっとね、熱欲しいよね。まあでもそういう時代じゃないですか。そうだね。まあだから第三世代で終わりです。うん、その世代という括りの仕方はね。つまり同じ世代で同じようなことを考えてたやつらっていうのはここまでしかいないんです、ね、うん、なるほどね。それ以降はそういうことはなくなった。で、まあ、作風だけ言っときますとね、うん、あのこの人はだからこう日常のねつつましい風景というのを描くんですよね結構ね、うんうんうん、でその日常のなんかつつましい、風景が突如何か魔界のような異世界に接続するというような作風ですね、うん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 、この人は結構一貫してそういう作風の方です。あ、そうなんだ、はい、ほうほう。これだけじゃなくてほぼそういう感じの作品が多いですね。まあ結構カラジュールっぽいとこもあるなっていうかね、割とだからそのさっきも言ったようにその小劇場のアングラも第二世代も見てるタイプの方々なので、割ともうねあのそういうの咀嚼してね、うん、演劇のなんかその小劇場のエッセンスみたいなものを、うん、あの混ぜ合わせてハイブリッドにこう自分の表現乗せていくってことにも長けてるんですよね、すごくね、うん、だからまあいろんなものの影響は見えるけれども、それらを混ぜ合わせてるところにオリジナリティがあるという感じですね。でね、この日常のディティールがとにかく秀逸なんですよ、うんうん、他の作家の方に比べて。この時代のやっぱね80年代のキラキラした時代だからかね、うん、割とね鴻上さんにしても野田さんにしてもね、この日常って意外と描けないんですよね、うんうん、あのすげえこうプラスチックっぽいんですよ。あのだから都会の感覚なのかな、なんか生活感ないんですね。あのその日常のディティールに、渡辺美里子さんはねこの貧乏描写とかねあの本当に地獄のような農村の風景とかがねめちゃめちゃうまいですね。なるほど。貧乏してたかららしいんだけど、これは本人がね、これは武器ですよね。でだから日常ディティールが秀逸だと、うん、日常が魔界に突然ファンタジーワールドに接続する時は説得力があるんですよ、やっぱ、うん、あそこが欠けてるから。なるほど、ね、渡辺美里子さんのも同じような感じなんだけど、初期の作風は、うん、ただその魔界以前の接続するファンタジーワールドに接続する以前の日常描写にディティールがないから、うん、あの全編ずっとファンタジーな風に見えちゃうんですね、うんうん、だからねあのそういう意味では作風違うなっていう風に思うところですね、まあ、そのここら辺はまあ好みが分かれるところかなって感じですね、うんうん、なんか別の芝居なんだけど、家の中で家族、うんうん、あの夫には書斎があるんだけど、うん、奥さんは自分の部屋がないとか ね、 なるほどね、なるほどっていう着眼点なんですよ、うん、だからあの家の中で妻というものが一人になれる時間というのは、うん、家族全員が寝静まった茶の間だけだとかね、あこれはかなりねこう出てこない、そういうあのディティール、うん、センスっていう感じ、うん、そういうのすごいなと思う、そういうセンスはね、まあ、あとねこのゲゲゲの上でも出てくるそのいじめのね、はいはいはい、嫌さっていうか嫌さってあのなんかさ記号的な嫌い嫌いっていじめじゃないじゃん。いやなんかさすっきり夫人なの、 なんかこのこうなんかこう寝ばつくようなさ嫌ないじめじゃない、いやーそうだね、そこがいいよねっていう感じですね、うんうんうん、まあそんな感じですかね。